背泳ぎの浮き身が苦手な人に、いつも最初に言うんだけども、唯一顔が出てる泳ぎなので、はい、呼吸の動作がいらないので、実は楽なんですよっていう話をするんですけども、はい、背泳ぎは鼻に水が入るから嫌だっていう方が結構多いと思います、はい、でその方に僕は必ず言うのは、なんで水が入るか知ってますか？顔が水のように出てるから鼻に穴が開いてるからですゴッドです、はい、だそこの最もなことを忘れちゃうんで入ってくるっていうことが不満になってるっていうか不安になってる。だけど入るのはしょうがないんだよっていうことをまず分かってもらうためにわざとその話を、鼻に穴が開いてるからしょうがないですよね。じゃあなんで今度じゃあ鼻に入ると嫌なんですか？呼吸はしづらく苦しいから痛いから。そう、痛いからなんです。じゃあなんで痛いんですか？入ったものをが痛くなるのにもう一個なんかアクションがあるわけですよ、はい、入ったものを吸ってるから痛い。ああ、ただ入ってるだけじゃないってこと？そう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 。だからあの鼻に水が入っても痛くないんです。それを吸うから鈴木さん痛いんですよっていうことを分からせてあげて、だから水泳は口から吸って鼻から吐きますよっていうふうに言ってあげると、鼻から吐かない人はほぼいない。はあ。ただし特に女性の場合なんだけれども、あの皆さんはあの、ね、あのお上品なんで普段鼻を噛むときにこうやって噛むと思うんですけど、あの、ね、我々はこうやってこう噛むじゃないですか。あれぐらいやらないと鼻に入ってる水が飛んでいかないんで、残っちゃってるんで出たと思って吸ったらやっぱり痛くなっちゃうんで、プールの中だけはお上品やめてくださいっていう説明をすると、あの鼻が水が入って痛いっていう人は消える、いなくなるんですね。水の中にいると体が濡れているのがわからないっていうことが書いてある水泳の心理学の本があるんです。でそれを読んでからお風呂に入った時に考えたら、確かに濡れてるのがわかんないんですよね。だけども飛んできた水は、あ濡れたってわかる。でそれが多分背泳ぎが嫌いな原因で、だって背泳ぎ以外の時は顔をつけてるってことは常に顔に水がついてる状態なのに気にならない。だからそれはもうしょうがないっていうだそのかかることを嫌がらなくなるために、まあ水慣れをしっかりしてあげるっていうことが多分大事なんだろうなっていうふうに、思って指導してます。だから背浮きっていうか背泳ぎの姿勢の、はい、初心者っていうかもう幼児とかでも僕はやるんだけども、はい、こうプールサイドがあって、はい、で、で最初は捕まった状態で、はい、で水がこうあるんだけども、ちょこちょっと頭出ちゃったけども、まずだからプールサイドに膝までかけてお尻が壁についた状態で顔だけ出して、で、まあ、これちょっと拡大すると耳があったらお水がこうあって、全然耳に見えないけど、まあ鼻つけてるな、鼻つけてるゴーグルする、こんな感じで、そのお耳を絶対水に入れてくださいねっていうことをまずさせる、はい、で、まあ、だからこそこれより前の水慣れの段階で、ほっぺを水につけたりとかいう形で耳を水につけることを慣らしてあげなきゃいけないっていうのは当然こっちで終わってる状態としてだけども、はい、でこの足掛けの状態でまずこれが第一段階、はい、でこれができるようになったら次は手を前に上げる、ストリームラインみたいにしてやってください。これが第二段階。ちょっと移動してで、ここでその要は浮きたいと思ってる人って胸をこうグーッと出しちゃうので腰が反るんで、これはまあいい方なんだけど、はい、ダメな姿勢だと
足がこうあってこうなっちゃって顔が水に入っちゃう。このこうなってる人に浮いてくださいって言ったって絶対できないので、はい、まずここができて、で次に3段階目で足だけ置いてこういう状態、はい、で浮けるようになると、節浮きの時にじゃねえ節浮きっていうかさ浮き身のさっき動画があったと思うんですけど、その腰を反らない姿勢と同じ姿勢にここでなる。でこれができてから今度、足首にやっぱ次こう頭があってこうあって足首にプルブイを挟んだ状態で浮くっていう風にしてあげると、ここが大げさに言えばちょっとくの字になった。これを腰が落ちるからダメだっていう風に教えちゃってるばっかりにこうないう姿勢になってる人がものすごく多くて、背泳ぎ嫌いの人が多い。足と溝落ちと顔とあとできれば手が水面に、ちょっと絵が全然そうなってなくて申し訳ないんだけども浮いた状態の姿勢でちょっと腰を、前傾させるというか、先ほどの床に背中をつけた姿勢をとってあげるとスムーズに背泳ぎが練習しやすくなってくるだと思います、はい、でそのだから足首プルブイができてから手つける、足首プルブイで手つけてダメな時はこうして膝を曲げてここにプルブイをつけて、膝を曲げて、うん、その要は、あ、はい、こうなるのは減らしてあげて、まず浮いた状態で手をつけるって練習をしてあげたりとかっていうのも、要はその浮力に対してのこの距離の調整をしてあげることで、あなたはじゃあ膝曲げましょうとかっていうふうに個別でもいいかもしれないけども、いいのかな。だから出そうとしない、はい、で、できるだけできるだけ沈める、はい、もう本当にあの忍者の水遁の術みたいに、はい、口だけ出てれば息吸えるでしょっていうぐらいで、口で呼吸してるはずなのにみんな顔で呼吸するから顔を出そうとしちゃうんで、だから結果腰が下がるしとかいうことに全部つながって、でその持ち上がるものは沈もうと、持ち上がれば沈むんでっていう状態になってる。各有僕も背泳ぎがものすごく苦手な人間だったんですけど、これの姿勢ってさ、あの平泳ぎの仰向けキックの姿勢でもそうじゃん、はい、で平泳ぎの仰向けキックでさ、膝曲げた時って一番浮いてない、こうやあこうやった 時に一番浮いてるでしょ。そうです。で蹴って伸びてるうちにこうなってくる。沈んでます。で、あれ蹴り終わった時に足が水面まで上がってないでしょ、下がる人水中で終わっちゃった。だから平泳ぎをうまくするために平泳ぎの背面キックの練習があった方がよくて、平泳ぎの背面キックをちゃんとできるようにするにはさっきの足首プルブイの練習がめっちゃ大事なんです。実はこれは平泳ぎの練習だよ、平泳ぎを直すための準備なんだよ。平泳ぎで下向いて蹴った時にさ、こう蹴り終わりってこうじゃないよね、蹴り終わりってちょっとこうだよね、はい、斜めしてだよね、はい、これひっくり返したらこの姿勢じゃん、はい、さっきのわおちょっと勉強してないんだよ要は足が水面まで上がっても上半身浮いてられるっていうことを教えてあげないと、ドリルもできないんだよ。背泳ぎやった後に平泳ぎとかバタフライを教えるようにカリキュラムがなってるんだと思う。偶然かもしれない会員さんのあと子供のお母さんとかに平泳ぎとかバタフライ早くやりたいから背泳ぎなんかやんなくてもいいんですっていうような、だからそれを飛ばしてくださいみたいなご意見をいただいたことあるんだけども、この説明をして平泳ぎとかバタフライを上手になるためには上向いての練習のキックの練習でね、上向く練習がすごい大事なんで背泳ぎができるようになっておかないとその練習ができないんですよって言ってご理解いただいてた。それ聞くとちょっと考え方が本当に変わります、そう上向く練習だ、背泳ぎだけ別の練習って思いがち
なのに背泳ぎ以外のキックの練習で上向くドリルがちゃんとあるでしょ、なのにちゃんと受けなかったらドリルになんないじゃんっていう。